こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、春に先駆けて新作をご紹介いただこうかなと思ってまいりました。じゃあ注目のトップスをどうぞ、はい、まずこの子なんですけれども春夏ですけれども、こういったフリース素材のものが出てきます。今回のテーマでもあるんですけれどもサーフがテーマになっているので、サーフィンをして海から出てすぐにこう羽織ったりもできますし、まあ、まだまだ寒い春の時期に、サーファースタイルで乗り切っていただくっていうこともできるかなと思います。素敵ですね。柄がすごく可愛らしく。そうですね、もうペイズリー柄なので本当に浅い色のデニムとかにもよく似合うんじゃないかなっていうふうに思います。でこの、まあ、なんでしょう、パーツが白だったりもするので、そこもこう夏っぽく、春夏っぽく着れるポイントかなと思います。重くならずに、こういうところもやっぱり気が効いていますね。どうもこうなんていうんでしょう、安定の黒に行きがちなんですが、確かに、ね、そうですよ ね、 そうですね、ここでちょっと春夏っぽさの抜け感が出てるかなと思います。はいはい、本当にデニムにぴったりなトップスかなというふうに思いますので、 T シャツとか、ロンティーとかの上からさらっと着ていただくだけで、はい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 、行動範囲が広がるかと思います。リーバイスさんと言いますと、はい、デニムとそうですねいうイメージが先行しがちですが、デニムに合うトップスだったりとか、デニムに似合うアウターとか、すべてリーバイスにお任せください。はい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 。じゃあ例えばこのモコモコの、フリースにこういう色が浅めの、これはバギーシルエットなんですけれども、こういう感じで合わせると本当海から出た。出たてみたいな感じ で、 いいで、ね、こう全然暑苦しくなくすごく爽やかなんだけれども、ちゃんとあったかいっていうスタイルが完成するかなと思います。なんか後ろに海が見えますね。後ろに海見えてきました見えてきましたよ後ろに。続きましてはこちらはスウェットですかね。はい、カットオフのスウェットですね、はいはい、でこちらは、長袖なんですけれども、はいはいはい、今季はこういったちょっとヴィンテージっぽい、ヴィンテージのグラフィックを使った、これワンポイントですけどすごい可愛いと思います。確かに、まあ、アイテムがもうド直球というか、うん、ド定番なだけに、はい、こういったアクセントが結構効きますよね。そうですね、やっぱりグレーにネイビーってすごく着回しも効くと思いますし、こうプレッピーな、はいはい、着回しの中に着ても、例えばトレンチコートの人とかに着てもすごく可愛いんじゃないかなと思います。またこの馬に乗ってるカウボーイ、リーバイスはもともと労働者の、ワークウェアだったっていう歴史の次に来るのは、はい、カーボーイのユニフォーム的な役割を担うんですね、はいはいはい、なので本当にもうカーボーイの方たち皆さんリーバイスを履いてらっしゃったっていう、その時代もあってですね、こういったグラフィックが使われています、はいはい、今回初ですか、そのカーボーイが。このグラフィックはそうですね初めてだと思います。あ、へー、はい、あとこっちは先ほどの、サーフのところでちょっと波だったりっていうのが、今シーズンはなんかヴィンテージサーフっていうまあ、テーマがあるので、はいはい、ちょっと、はいはい、なんでしょう、今っていうよりはちょっと昔のレトロな感じのグラフィックを使ってますね、はい、で今ちょっとここでお見せしている以外にも今季はグラフィック、少しレトロなグラフィックの、T シャツだったりとかスウェットが本当にバリエーション豊富に出てきます。スウェットアイテムってもうグラフィックを毎シーズン変えてるとかそういうのってあったりするんですか。グラフィックはもう毎シーズン違いますね、その時のテーマとかその時のこうトレンドによって変わってきますね、はい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 、でも今年はすごくグラフィックが多いと思います今季は。はいはいはい、あとカットオフもちょっと寄らせますか。カットオフに関しては、まあ、これそのままさらっと着ていただくのもいいですし、ちょっとピタッとしたピタッとめのロンティーとかと合わせて、はいはい、着ていただいても、袖を出して着ていただいてもいいのかなって思います。個人的にはラグランっていうのもいいなと思いました。そうですね、アメリカンスリーブのラグランなので、そこもすごくカジュアルで可愛いですよね。去年あたりからこのアメリカンスリーブはアメリカでも相当トレンドが長く続いていて、女の子でも結構アメリカンスリーブとか多いですね。はいはいはい、で僕は見逃しませんよ僕は、うん、この裏地ね、ちょっと
ちょっとパイルな、はい、これもなんか気持ちよさそうな、そうですね、さらっとして気持ちよく着ていただけると思います。もう地肌に着たい、はい、地肌に着てもよしT シャツの上に着てもよし、ね、はい、長 T でも、で春先とかは割とそういったあのモコモコ系で、うん、あのさらっと着てもらって、はい、でまあ、夏とかは海上がりとかに、うん、そうですね、そういうのさらっと着ていただければなという感じでしょうかね、はいはい、この辺のスウェットには、ちょっとプレッピーっぽい感じで合わせるこういうチノとかも合います。あのグレーにネイビーのグラフィックが入ってこうチノのカラーが入るとグッとプレッピーっぽくなって、はい、これもアメリカンプレップで可愛いんじゃないかなと思います。いいですね、スウェットオーシャンズ世代にとっても味方のアイテムですからね。味方ですか、はい、で次がちょっと本当、はい、今っぽい感じの、グラフィックの、T シャツです。こういうなんか幾何学模様だったり、うんうん、まあ、この辺も結構懐かしい感じのデザインかなと思うんですけれども、すごいあの着方によってはストリートっぽくもなりますし、合わせによって例えばこれにレイヤードであの白い T シャツとかを重ねて、はい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 、ちょっとだけこう袖を見せるとかでも可愛いですし、いろんな着方ができますね。そうですね、こういうピッチだとかデザインの T シャツは古着シーンとかでも、ね、そうですね、古着っぽいですよね、はい、お色は2色、これは2色展開ですね。なるほど、こちらシルエット的にはどうなんでしょう、ちょっとゆったりめという感じですか。少しボクシーな形になってるかなと思いますね。なのでそんなにこうフィットすごくしてるっていうよりはざっくり着ていただく感じで、袖丈もちょっとだけ短めかもしれないですね。うん、なるほどなるほど、肩はちょっと落ち気味なんですかね。ちょっとドロップになるかもですね、これ M サイズでこれなので、これ1枚でさらっと着てもすごく様になる形だと思います。はいはいはい、でこちらのリーバイス刺繍、チノとの相性もすごく可愛いですね、うんうんうん、すごく今っぽいと思いますし、はい、そんなにこうウォッシュしすぎない感じのサーフっぽくもあり、うん、ちょっとストリートっぽくもありちょっとストリート感が出てきますよね。感じもありますよね、はい、確かになんかこう肩の力が抜けた感じのおしゃれ、はい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 、まあ、そういうところからのちょっと万能さが伺えますよね、はい、結構主役になる T シャツかなと思います、はい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 、で、次がこちらが、スケートラインの、はい、新作のトップスになります。リバイス の, あの商品の中にはスケートラインというのがありまして、本当にスケーターの方たちのこう欲しい機能をこう入れたアイテムだったりとか、本当に、まあ、スケーターの方たちのこうエステティックに合った商品をいつも出しているんですけれども、かなりオーバーサイズゆったりめの T シャツと、あとこちらはそこまでオーバーサイズなんですよ、ちょっと一緒に着れる羽織れるような感じのシャツですね。でストライプの、こうピンチが2種類使ってあるのがこう面白いグラフィカルなシャツかなと思います。スケートシリーズはいつぐらい、もうかなり前から、あの元々はスケートボーディングラインとして別に立ってた時期もあるぐらい、あのサンフランシスコでもあのローカルのスケーターたちのコミュニティとか強く打ち出しているんですけれども、かなり歴史は古いですね、はいはい、で今はまあレッドタブコレクションの中にスケートコレクションがあるという感じなんですが、脈々とスケートラインは続けております。なるほど、はい、タグもちょっとやっぱりらしさが出てる、スケーターっぽいですよね。そうですよね、これあれですか、パンツを馬が引っ張ってる、これはよく見るデニムのをちょっとなんかこうデフォルメしたようなね。これはあの馬が引っ張ってもジーンズが破れないっていう、はい、昔は保証書みたいな役割を持っているツーホースのマークをちょっと簡単にしたあのデザインですね。これはやっぱりらしさがね出てますよね、こういう。いやだからなんとなくそのアメカジの代表格だとか、まあ、ちょっとそのサーフのなんかユニフォームみたいな感じはありますけど、うんうん、ちょっとスケートのそういうストリートにも距離感近いブランドですよっていうところがね、これで表現されてますよ。スケートラインすごいあのやっぱりずっと人気ですね、本当にあの特にストリートとの
あの親和性は高くてですね、はいはい、シルバータブとかのスケートラインとかは本当にあの実際スケーターの方たちにもあの愛用いただいてますし、あとはまあここ、ショールームはキャットストリートにあるんですけれども、はいはい、キャットストリートすごく、まあ、世界でも有数の、まあ、多分ナンバーワンのこうストリートカルチャーの発祥地みたいな感じだと思うんですけれども、うん、やっぱりシルバータブ大好きなストリートキッズ多いです。なるほどですね。ああなるほど。スケートのこの子たちに関しては、はいはい、ちょっと濃紺も使いようによって本当に春夏なんか秋冬のイメージ強いと思うんですけれども、はいはいはい、春夏にもすごく合うのでこういうふうにちょっとレイヤードをして、でこれも、スケートコレクションのデニムなんですけれども、こういう感じで履くとすごくおしゃれかなと思います。はい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 、確かになんとなくちょっと大人っぽい感じになりますね。そうですね。濃紺合わせるとパンツはちょっとワークテイストが入っているのと、はい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 、リーバイスなんですけれどもアーケードステッチがこれはないんですね。ああ、それもあの新鮮かもしれないですね。こう丸くて確かに、しかもポケット一つがちょっと大きめというかそうですね。バギータイプですかこれ。これはスケートシリーズのカーペンターパンツっていうことで少しクロップしているので、あのボードに板に乗りやすいようにあの結構太め で短めでっていうアイテムです。へー、あ、いいですね。最後にとっておきのトップスを紹介させていただきます。ありがとうございます。こちらワークウェアシリーズの、はいはい、ジャケットですね。もっとあのカラーバリエーション豊富にありますので、ぜひ店頭で見つけていただきたいんですが、デニムとはまた違ったあのコットンのジャケットで、形も本当にまあワークウェアというだけあって、はいはい、まあ労働着から着想を得た、で労働着なんですけどすごくモダンなフィーリングが散りばめられているので、すごく洗練されたあのワークウェアスタイルが完成するかなと思います。色もいいですよね。いや、いいですね。春このほんのりちょっと当たりも入っているような。そうですね。このあのガーメント台でちょっと着古した感じの風合いも出ているので、はい、あとこのワークウェアシリーズだけのこのラベルも可愛いなと。確かに。でこのコレクションはボトムにあの、まあ、ワークパンツみたいなユーティリティあの系のパンツが多いので、それとの相性もすごくいいです。もちろんデニムとの合わせでも。確かにこの大きいポケットもまた、はい、いろいろ入ります。入りますね。しかも丈夫そうなこの生地もいいですね。そうですね。もうあのワークウェアなので丈夫だと思います。こちらはまた、まあ、両胸ポケットの、はい、違う形ですね。違う形ですね。こちらの方が長さがちょっと長いタイプで、はいはい、今このストライプの方が少し短いトラッカーに似た形ですね。じゃあ例えば、はいはいはい、このワークウェアのジャケットに同じくこれはワークウェアのパンツなんですが、はいはいはい、このタブのところ見ていただくとワークウェアっていう風に文字が入っています。あ、本当だ。でこんな感じで着ていただくものになります。あ、いいですね。ワークワークですけどその重たくあんま見えないですね。ちょっと知的な感じっていうか、はあ、少しあの洗練されたあのワークウェアなので、はいはいはい、本当にあの今の気分で着られるかなと思います。なるほどなるほど。いや、どれも素敵ですね。ありがとうございます。そうですね、今シーズンはあの、まあ、アメリカの中にも少しプレッピーな感じだったりとか、あの、まあ、肩に力の入らないというか力の抜けた、サーフスタイルみたいなものを展開していますので、ぜひ店頭でチェックしてみてください。まあ、今回はあのちょっと注目のトップスをご紹介しましたが、リーバイスといえば、はい、ボトムスも、リーバイスといえばデニムボトムスなので、次回はボトムスを紹介させていただきたいと思います。今季はですね、はい、なんとバギーが帰ってきます。シルバータブのバックパッチが新しい、こんな夏っぽいショーツはいかがかなと、まあ、自信を持っておすすめするのが